ルパシカを着用したトルストイ。トルストイは晩年、農民の衣装であるルパシカを愛用した。ルバシカ、または、ルバーシカ、ルパシカは、ロシアでシャツを意味する語。日本では、ルパシカと呼ばれることが多い。ブラウスいしスモック風のプルオーバータイプのシャツ、上着で、元は、ウクライナの農民の衣装で、ルバーハと呼ばれた。19世紀末から20世紀初頭にかけて、 襟部や袖口にカラーやカフスが付くようになった。名称もルバー派が相性、通称化してルバシカに変化した。ルバシカは男女両用であり、身頃がゆったりとしていて、爪襟、前開きは左脇、または右脇寄りになっている。前開きは途中までボタンで止まる。襟や袖口などにロシア風の刺繍が施してある。着用時には、裾は、 ズボンの外に出して、ベルトを締める。晩年のレフトルストイがルバシカを着用していたため、インテリゲンツアを中心に、ロシア社会に広まった。日本でも戦前、戦後を通じ、トルストイ主義者を中心に着用するものが見られた。ロシア語のはシャツ全般を指し、民族衣装のルバシカに限らない。ルバシカは、民族衣装としてでなく、近代の帝政ロシア時代から軍服としても、 使われていた。ロシア革命家のロシア内戦時、老農赤軍側は、旧体制である白守軍を打破するという名目から、軍服は、帝政時代のルバシカを捨て侵されており、革命以降のソビエト連邦時代には、ルバシカ時代に使われていた、階級賞の検証は、階級表示方法も一切異なる襟賞に変わり、襟の形状も売り襟に変更された。しかし、 第二次世界大戦下の1943年には、再び停戦時代と変わり映えしないルバシカが検証と、共に事実上復古するようになり、ソビエト連邦軍となった戦後しばらくまで採用され、続けた。ありがとうございます。